トマトはすんごい美味しいからトマトになりなさいって誰かが言ってました。それトマト好きな人はいいけど、トマト嫌いな人からは一生嫌われるんじゃない？これ教えた人絶対、てか大嘘って書いてんの今気づいたわ。人間はしぶとい。執着するやつはダメよっていうやつに限ってすっごいねちっこく絡むんだ。仕返しに労力を使うんだよ。英語は長文読解から、この教えでどれだけ英語の点数が上がったか。あーそれはね、確かに配点が大きいところからやるっていうのはいいかもしれないね。時間ないから解けないは確かにもったいないもんね。学校行くときは自分の歩くスピードなどを考えて数学の問題の復習をする。これなかなかすごくない？自分の歩くスピードを求めてるってこと？それとも自分の歩くスピードを考えながら昨日の授業の復習とかをノートを見ながらやってるってこと？なかなかすごくない？わからん問題は飛ばせですね。わら、まあ確かにね、わかんない問題に時間をかけすぎるとね、その他の解ける問題も解けなくなっちゃうからね。テストでわからないところが多い時はほとんど白紙です。これ飛ばす前に少し勉強しないといけないんじゃないかな。戦場で背中を向けたやつは進む、戦闘で背中を向けたやつはイケてる。うまいこと言うな。なんか無理やり作ったかと思ったらなかなかに的を置いてることを言ってる。あれかっこいいよね。銭湯とかであの背中筋肉ムキムキだったらできるやつって気がするもんね。誰にとって背中向けるんだ。母、チャーシューは最後まで取っておきなさい。これ面白い。その教え今でも役立ってんだ。何かいいことあったのかな。あのあれじゃない、そのスタンスのおかげで今度結婚しますとかじゃない。はい、続きましてこちら、奇跡は起こるものじゃなくて起こすものだと、手当たり次第ボタンがあれば連打した、今が擦り切れるくらいに生きてたんだ。めいっぱい。はい、ラットさんの君と羊と青でした。絶対は絶対にない。今絶対があったぞ。道に落ちてるものは拾って食うな。今も拾って食ってるの。はい、続いてこちら、納豆つかない開け方だそうです。角を持つで蓋を閉じて先っちょのところだけ出して引っ張る、するとあら不思議納豆がつかない。ねえこれさ、ここまで解決法出てるのにこれを改善した作りには絶対にしないのよね。これぶっちゃけ僕弟にドヤ顔で教えられてポコりたくなりました。 You got it.